皆さん、内村です。そう、今アバター配布してるんだよみんな。じゃあちょっとツイッターシェアしよう先にね。はい、今日はね、本当に短い時間だと思うんですけど、明日があるのでやらなきゃいけないことがたくさんあるので、私には本当に短い時間だと思いますが、最後配信したいと思います。いやー、この配信がラストになるのかな。不思議な感じですけど、そう、今ねアバター配布してるの、みんな。そう、アバター配布してるんだよ。そうね、最後になりそう。だって明日配信できないでしょ。ラストになるんじゃない？多分、分かんないけど、ラストだと思う。なんか虹色の星がなかった、今びっくりしちゃった。ほんと早い。なんか明日ラストライブなんですけど、全然実感が湧いてない。ほんとにびっくりするぐらいね、全く実感が湧かなくて、もう恐ろしいですよ。ああ明日かーって感じ。ほんとにねえ、湧かないよねー。これがまあラストの配信になるのかっていうのもあるし、卒業後配信ねしないと思います、多分。いやー、そうそう、今日本当にラストのリハーサルでゲネプロやってきたんですけど、最後の最後まで本当に実感って湧かないもんだなーって思ったし、なんだろうね、うん、わかんねえ、実感。あ、ピッピー、クマさんありがとうございます。アスちゃんもクマさんありがとう。うん、開かなくない？全然開かない。そう、ゲネもね、なんかいつも通りみんなでふざけてなんか楽しいなっていう終わり方でした。何さんだろうこの方。バルなんて読むの、バリュークリック、あ、バリュークリックさんだ。バリュークリックさん、クマさんありがとう。そしてたっちゃん、タワーありがとうございます。明日来てくれるのかわからないですけれども、楽しみに待ってます。今まで応援してくれて本当にありがとうございました。なんかね、あ、ピオちゃん、クマさんありがとう。なんか本当に短い時間になっちゃうので、ちょっとね、いろいろお話できたらと思います。あ、赤鷹さんも、クマさんありがとうございます。そう、最後かも配信。明日できないもんね、だって。あ、おへそもありがとうございます。なんかおへそがいつも朝ツイートしてくれてるのが、明日でラストになるって思うとちょっと寂しいですけれども、はい、明日お待ちしております。楽しみましょう。あ、たいしさん、クマ3つ、クマさんありがとうございます。ありがとう。なんかね、本当にいつも通りふざけあって、でもよく誰だっけ、しおちゃんとゆめりがよーく泣く。本当に泣いてた。
今日も泣いててしおちゃん、帰りたくないです、一緒に帰りましょうって言って、最後の最後まで待ってくれててリハスター。そう、あ、エターナルさん、くまさんありがとうございます、ありがとう。あ、たいしさんもタワーありがとうございます。そう、たいしさんといろいろお話できて、ね、共通の趣味でいろいろ話できて、あとなんだろうね、嬉しいこともたくさん言ってもらえて本当にすごく嬉しかったです、ありがとう。あ、卒メンみんなあれするの？卒業後も配信すんの？あ、そうなんだ。まあでもこれが最後になるのかな、わかんないけど、まあ、最後の体で話しとくね。あ、お花ちゃん、タワー本当にありがとう。お花ちゃんもたくさんいろいろお話できて、お花ちゃんの私笑顔がすごく好きでした。あのね、優しい、なんかこう包み込んでくれるようなお花ちゃんといっぱいお話できて、なんかこうね、なんだろう、笑ってすごく楽しかったです、ありがとう花ちゃん。ね、本当に本当に実感って湧かないんだなと思って、多分卒業してから来るもんなんだろうな。明日が終わってなんかもう、あ、メンバーと会えなくなっちゃうのかってじわじわ泣くんだと思う多分。あれだよね、もう予定詰め込まないとさ、ねえ。あ、KK さん、タワーありがとうございます。 KK さんもルカさんとルカリサですごい応援してくれてて、宮崎からね、いつも応援してるよって言ってくださって本当にありがとうございました。たくさんね、なんだろう、2人とそしてグループを好きでいてくれてすごく嬉しかったです、ありがとうございました。そしてあ、りょうとくん、くまさんありがとう、ありがとう。そしてヒッツタワーありがとうございます。ヒッツも本当に長い長いお付き合いでね、出会ったばっかの時はお互い学生だったけど今じゃもうね、大人になってお互い本当にありがとうございました。本当にいっぱい支えてもらったなって思うし、何、なんだろう、酸いも甘いもじゃないけどで、そばで見てくれてたので本当にありがとうございました、お世話になりました。ライムさん、あ、ライムくんじゃん、くまさんありがとう。あ、1期のグループ LINE があるから2期はどうするの？ 2 期はね、もうすでにあるよ、ずっとある、加入してからずっとある。あ、スタンドバイミーさん、くまさんありがとうございます、ありがとう。あ、岡田さん、あ、岡田さんだからくま3つ、くまさんありがとうございます、本当にありがとうそうね、なんか本当にみんなも予定詰め込んだ方がいいよ予定詰め込んだ方がいいよ、みんな卒業したら、私たちがだから多分皆さんはあれだよ、スパガのリリーフとかいっぱいこうって予定詰め込んでいただいて
たらね、きっと。そう、大丈夫だと思う。私も予定詰め込まないと。でもね、あの卒面にはもうなんか会おう、まあ、他のメンバーももちろん会うんだけど、もう会おうねっていうね計画を今立ててるから大丈夫。エターナルさん、クマさんありがとうございます。ありがとうね。ダーハマさん、クマさんありがとうございます。あ、テスト、私もねテストだよ。私もテスト迫ってるんだよね。ほんと大丈夫かなって思ってる、すごく。あ、ピオちゃん、クマさんありがとうございます。そう、うん、黒石タワーありがとう。黒石も本当にあの本当に長い間お世話になりました。なんかね、もうクロちゃんに会えなくなっちゃうのかって思ったら本当にすごい寂しいけど、寂しいけど、うん、そうね。リサラバでありがとう、本当にめっちゃいろいろいろんなねとこ行ったし、いろんな話したし、本当に本当にいろんな話したなって、そのくだらない話もしたし、真面目な話もしたし、でも本当黒石と話す時間が本当に本当に楽しかったです。ありがとう。翔二郎さん、くまさんありがとうございますね。もうスパガの内村梨沙としては皆さんにお会いできるのはだって明日まででしょ。まあ、いつかね終わりは来るものですから。あ、1360人の方が見てくれてる、ありがとう。そうね、明日の夜スパガじゃない、明日までは。あ、岡田さん、くまさんありがとうございます。あ、そしてタワーも立ててくれた、ありがとうございます。岡田さん、本当に岡田さんとはなんかすごい去年かの夏の何イメージがすごい強くてもうスイカにねサイン書いてそれ岡田さん食べてたりとか、本当になんか嬉しかったです。でもいろいろお話ししてくれて、なんかファンの方同士ともすごい仲良くなって、年越しもね一緒に過ごしたんでしょ。本当にそういうなんだろう、つながりみたいなものをこう体現してくれた岡田さんに本当に感謝してます。ありがとうございました、岡田さん。トミーさん、クマさんありがとうございます。そしてムラちゃんも、クマさんありがとうございます。いやー、だってあとさ数時間後じゃないわ、もう一日もないよ。あたっちゃん、くまさんありがとうございます。そう、うわー、いいライブにできるようになんか本当に気引き締めて頑張ろうって思います。怖っ怖ー、時間経つの本当に早いのね。いや、あっという間だった、卒業発表してからすごい思うんだけど、
あっという間だったな。あと3ヶ月とか言ってたのにもう残り1日だよ。あ、たくみさん、タワーありがとうございます。たくみさん、たくみさん、なんかもう一番長いんじゃないかって言うくらい、たくみさん長いよね。だってもうストセーの時からでしょ。わー、ありがとうございます。なんかたくみさんは本当に何、神出鬼没っていうのあの本当意図しないタイミングでもう来てくれて、なんかその何、個別でお話ししてないってくれて、なんかその直後だったから卒業発表したのが、なんか自分もねうーって思う、たうーっていうか、なんか苦しくなった胸が、でも本当にたくみさんと本当にいろんな思い出作ったし、いろんなとこ行ったし、なんか本当にね支えてくれて本当にありがとうございましたってお伝えしたいですね恥ずかしいわって言われたけど、ありがとね本当に、たくみさん。あれ見たかった、一番最初に書いた写真写真じゃないサイン、もうなんか不思議な感じっていう言葉しか出てこないけど明日はあのほんと精一杯っていうか、今までで一番ぐらいに楽しいライブに、自分も楽しめるライブにしたいと思うし、過去一番何、楽しかったって言ってもらえるようなライブを作りたいと思います。ホビーさん、あ、ホビーさんタワーありがとうございます。本当にホビーさんもねたくさん応援してくれて、いつもねこうやってショールームとかでも見に来てくれたりとか、本当に本当にたくさん、なんだろう、支えてくれたなって、応援してくれたなって思います。なんかそれがすごくね支えだったし、自分の原動力にもなって、めちゃくちゃいつもねこうやってショールームとかでお会いできるのすごく楽しみにしてました。ありがとうホビーさん。はい、なんでね皆さんもまあ泣くか泣かないかとかは分かんないけどね、その時にならないと多分皆さんもですし、そうだからまあそれは置いといて精一杯楽しみましょう。あ、さきちゃんじゃん、さきちゃんタワーありがとう嬉しい。もうさきちゃんとはもうねマブダチだよ、マブダチ卒業してもずっと友達でいてねっていうレベルで、本当になんかお友達っていう感覚がねめちゃくちゃ強くて、なんかいろんな話したじゃんなんか本当にさきちゃんのプライベートみたいなお話もすごくしたし、なんかそれに乗っかっていろんなねなんかねね、その何、ガールズトークっていうのして、なんか本当に握手会とか来てくれるたびに自分のお友達と喋ってるような感覚にずっとなってました。本当にさきちゃん友達で、そしてファンでいてくれてありがとう本当に、ね、あともうちょっと私も本当にやらなきゃいけないことがね明日に向けてたくさんあるので、短い時間、あと本当にちょっとの時間になると思うんですけど、10分15分ぐらいになると思いますけれども、ラスト惜しみながら、楽しい配信にしましょうね。
1987だって、ありがとうございます。でも言うたらショールームでもいろいろやりましたよね、ほんとに。ピオちゃん、クマさんありがとう。短いですね、申し訳ないですけど明日があるので私もやんなきゃいけないんで、いろいろ。ねえ、なんか56でその個別イベントだったりとか、まあそのライブ、ミニライブ付きのなんだっけ、握手会とかやって、ほんと最後にお会いできる方がすごく増えてよかったなって思いました。うん、いやいや、もうね、配信したいって気持ちももちろんあったんですけど、まあ、どうにかして時間を作ろうと思いまして。あ、ピッピー、クマ3つ、クマ3、ありがとうございます。いやでもね、なんかラストとかね、卒業とか言ってるけど、まあ笑ってね、楽しい配信にした方がいいよきっとそう、いっぱい笑った方がいいよ。なんかしんみり終わるのはらしくないじゃない。いろいろしたよね、そのなんか宮崎弁の話もしたしなんかコスメ会みたいなのもしたしいろいろやったよね、ほんとに。えたくまけんよ、たくまじゃん、たくまありがとう、たわ。いや、たくまびっくりしたんだけどいや本当にあのたくまとは何あれだよ、あのなんだっけ、バスツアーで、バスツアー、バスツアーでね、えちょっと小梅とさ取り合われてさもうそれをね、あの天候さんにお見せするっていうねこともありましたし、あと何、あ、そう、握手会でめちゃくちゃこう笑わせてもらって、もう本当にたくまとは話すのすごく好きだったし、なんか本当に芸人さんと話してるみたいな気分になるんですよ、本当ずーっとあの笑わせてもらってて、たくまとの握手とかお話って本当にあの出会えてよかったってすごく思うし、なんかね、辛い時とかももちろんあったけど、なんかそうやってこう笑わせてもらえてすごくあの楽しい日々を送れましたありがとうございましたね。あの好きって言ったさ、芸人さんのネタを握手会でされるっていう私もちょっとどうしたらいいか分かんなくてさ、うまく返せなかったのがちょっと悩みですけど、悩みというか心残りですけどありがとね、ほんと超楽しかった。はあ、まあいろいろ配信してきましたけど戸惑うっていうね。でももう最近はあれだね、あの乾燥もしてるし、風邪も流行ってると思うし、インフルエンザもね流行ってると思うし、みんな体調に気をつけるんだよ。あ、りょうとくん、りょうとくん、くまさんありがとう、ありがとう。そう、気をつけなさい皆さん私もうさ、卒業ライブでインフルエンザで出られないとかになったらバカになんないと思って、もうめちゃくちゃ気をつけてた。もう手洗い、うがい、消毒みたいな、本当にめっちゃ気をつけてたし、そのリハ期間も私マスクあんま得意じゃないんだよね、好きじゃないのマスクするのって。でももうみんなマスク、私も含めみんなマスクして、リハをマスクってするのあんま好きじゃないのプラスで。でもそうだからもうマスクしてみんなでもう徹底してましたね。あのウイルスのやつとかもうリハスター撒き散らしてそう超徹底してた。でもね、笑えないよね明日さインフルで出られないとかなったらさ
あ、走らんか、ケイチさん、タワーありがとうございます。ケイチさんとも本当にいろいろなお話できてすごく楽しかったですね。その名前のさ由来の深さみたいなのすごくかっこいいなって思いましたし、思ったすごく。そうし、なんかいろいろ教えてもらうことも多くて、いろいろお話できて本当に楽しかったです。ケイチさんも本当にお元気でお元気でというか、健康に気をつけて、体調に気をつけて元気に過ごしてください。ありがとう。あ、ガナスさん、タワーありがとう嬉しい。ガナスさん、すいません、推し編の人とかずっといじっちゃってごめんねバスツアーに来てくれた時に、その推し編の人だって言われてから、私もなんか推し編の人のさイメージがさすごいなんか強いって言ったらあれなんだけど、なんかペンギンだよね、ペンギンみたいなやつじゃなかったっけね。そうのイメージが強くて、まあ、ラストのさ個別もそのゆめりからしおりに推し変したんですけど、私しおりのポーズするからゆめりのポーズやってとか言って最後の最後まで本当にふざけてたんですけど、ガナスさんとこうやってふざけられて本当に楽しかったです。ありがとうございました。そう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 、ペンギンみたいなやつ、ありがとうね、ガナスさん。大丈夫？いや、ここもなんか乾燥してる、すごいね、乾燥してるよね。なんか乾燥がさひどすぎると、私コンタクトなんですけど目がねしょぼしょぼしてコンタクトが取れそうになるのあ、そういえばさ、すごいくだらない話するんだけどさ、私万年筆デビューしたのイエーイそう、いただいたんですよ、万年筆。そう、万年筆デビューしました。かっこよくない？万年筆ってさ、すーごい目しょぼしょぼするんだけど、しない？そう、粋なプレゼントですよね、万年筆って。めっちゃかっこよくない？私さずっとさ万年筆使ってみたかったんですよ。あ、そうで、アットジャム終わって、その後にね、スベリーさんと、スベリーさんって言ってアットジャムくんと橋本さんとその放送作家さんからいただいたんですけれども、贈り物を、その時にね、そのアットジャムくんがの中の方が杉田さん、杉田さんって言っちゃうんだけどスベリーさんから万年筆いただきましてデビューしました。はい、黒石も本当ありがとう、たま、またまたありがとうね、本当にね、黒石と本当に思い出がさ深すぎてってか多すぎて、もう何から語り尽くしたらいいのかもうわからないぐらい本当にいろいろあるけど、前もね私言ったと思うけど、私横丁だ、2016年のラブ様の時の横丁がもうめちゃめちゃねイメージがある。なんかねちょっと勇気を出してやってみたのそれですごいなんか喜んでくれて、よかったなって思いましたありがとね、本当にたくさん支えてもらって感謝してます、ありがとう黒石。そしてたっちゃんもタワー立ててくれましたね、ありがとうございます。たっちゃんとも最後のね個別の握手の時めちゃくちゃ深い話をして、でもなんか背中を押してもらえてよかったです、本当にありがとうございました、ありがとう。体調には気をつけるんだよ。で、何の話してたんだっけ、あ、そう、万年筆の話してたんだね。そう、
万年筆デビューをして、あのなんか入れる書いてました。で最初さ、そのインクを入れなきゃいけないんだけど、なんかねインクを入れたらすぐ使えるものだと思ってたの。でもなかなか書けなくて、えこれさあのえなんでって思ったの。めちゃくちゃびっくりして、なんか間違えてんじゃないか。でもインクは出てるしねえ、なんか使えないんじゃないかって思ったんだけど、なんかインクがその先にこう何たどり着くまですごい時間かかるんだって、やっぱ最初って。でそれを知らなくてさびっくりしました。でも今もうねちゃんと出てるんですけど、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。そうね、インクもね可愛いのいっぱいありますよね。私もね調べてたの。そう、私万年筆欲しくて、なんか今すごい手軽に万年筆をなんか使える環境らしくて、環境っていうかね、なんかまああれらしくて、あスノッチちゃん、あスノッチちゃんとか言って、スノッチさんスノッチさん久しぶりです。くまさんありがとう。そうそうそう、なんかね本当に、あとじゃあ5、6分で終わりますね。安田さん、クマさんありがとうございます。ねえ本当にすぐふざけるじゃないですか。安田さんありがとうございます。クマさん、そして差し入れもありがとうございました。本当に美味しくいただきましたメンバーで。そうでね、万年筆でカキカキしてました。いろいろ、そうなんか毎日あの何使うことが最高のメンテナンスみたいな書かれてたから、毎日書こうと思ったんだけど昨日書いてないや。あピオちゃん、クマ3つ、クマさんありがとう。ピオちゃん、クマさん、そうでございます。すみません、最後にあの万年筆の話をして。そうそう、あはるとくん、くまさんありがとう。うん万年筆ね書きやすいよ。なんかちょっとなんかね母親にね万年筆で書いてたらさ、あの何大人になった気分になるでしょうってなんか言われたんだけど、まあなるけどさ、なんか可愛いなって思いましたね。ちょっとラインが来たんだけど。あらもう時間ですね。はい、ということでもう明日には私はスーパーガールズを卒業するわけなんですけれども、早いね本当に時間が経つのは。でもまあそのね終わりが、始まりがあればやっぱり終わりも早かれ遅かれあると思っております。まあ、だからこそその輝くものもきっとあるんだと思いますし、なんか一つ一つ全ては過ぎ去るので、うーん一つ一つねありきたりだけどその大切にやっていこうってなんかすごく思いました。あリョートくん、クマさんありがとうございます。そうですね、なんか卒業を発表してから本当にそう何自分でも分かるぐらいそのなんか精神的な成長がめちゃくちゃあったなって思いました。だからもうその時点ですでにこの卒業っていうことは自分にとってのなんか一つのなんだろう成長のね大
種になってると思うし、意味があるものだったなって思っております。あ、つよぽんぬじゃないですか。つよし、たわありがとう。つよしとも本当にいっぱいいっぱい本当にいろんなお話してね、いろんなとこも行ったし、いろんな話もしたし、なんかね、もう思い出が深いね。いっぱいね、いろいろ言ってね、困らせたこともたくさんありましたけど、うん、たくさんなんかわがままが言えるぐらいのこう関係性を作っていけたことがすごく楽しかったですし、うん、なんか個別の時の最後のね、深いこうお話だったり、いろんな話がもう一つ一つがすごく楽しかったです。で、浅川と一緒にいじって本当にねごめんね、でもすごく楽しかったし、そう、強しいじってのなんか本当にみんなの人気者だったなって改めて思います。強し本当にありがとう。まあ明日は卒業ですけど、私にとってもそのグループにとっても出発地点、新しいね、なんかこう門出でもあるし、私一歩を踏み出す、時期じゃないライブでもあると思ってるので、まあ卒業とはいえハッピーな気持ちでね、笑顔で皆さんと終われるように頑張りたいと思います。ではもう時間になったので、ちょっとランキングをお呼びしますね。明日に向けて私はやることをやっていいライブを作れるように準備しようと思います。それでは13位の方からお名前を呼びしますね。じゃあ13位の方、さきちゃんありがとう。12位が KK さん、ありがとうございます。11位ヒツ一橋さん、ありがとう。10位がたくまけんゆ、たくま、ありがとう。で、9位がホビーさん、ありがとう。で、8位がヘソリン、ありがとう。7位がお花ちゃん、お花ちゃんありがとう。6位がたくみさん、ありがとうございます。5位が岡田さん、ありがとう。4位が柱んか刑事さん、刑事さんありがとうございます。3位が大志さん、ありがとうございます。そして2位が黒石、ありがとう。そして1位がたっちゃん、本当にありがとうございます。はい、本当にありがとうございました。皆さん配信見てくれて、いろんな思い出作れて楽しかったです。明日は卒業ライブでございます。まあチケットもないですし、その配信とかもないので、ちょっとチケットがお手元にある方のみになっちゃうんですけど、なんかいいね、その門出をお祝いできるようないいライブにしたいと思いますし、皆さんに感謝の気持ちをしっかり伝えられるようなライブにしたいと思います。今日は本当に見てくれてありがとうございました。最後の最後まで私らしい配信だったとは思うんですけど、皆さんといろいろお話できて本当に楽しかったです。ありがとうございました。それでは以上、スーパーガールズの内村梨沙でした。バイバーイ。あれちょっと待ってちょっと待って、あ、そうだ、バイバーイ。